鎌倉幕府1反平氏勢力のうち東国の武士団の大半が武家の棟梁源氏の嫡流である源頼朝のもとに参集したため源頼朝は最も有力な勢力に成長した源頼朝は挙兵すると相模国の鎌倉を根拠地として広く武士たちと主従関係を結び御家人として組織し 東国の荘園・交流を支配して、彼らの所領支配を保証していった。源頼朝は兵士の都落ち後、京都の後白川法王と交渉して、東海道・東山道の東国の支配権の承認である寿栄二年十月戦時を得た。兵士の滅亡後、源頼朝は源義経と対立するようになり、 源頼朝の支配権の強大化を恐れた後白河法王が源義経に源頼朝討伐を命じ源義経は挙兵するも失敗すると奥州藤原氏を頼り敗走した大江の広元の勧めで源頼朝は軍勢を京都に送って後白河法王に迫り源義経探索を名目として諸国に死後 小園や校領に児童を設置する許可を獲得した。こうして、東国を中心にした源の頼朝の支配権は西国にも及び、1185年、武家政権としての鎌倉幕府が確立し、鎌倉幕府が成立してから滅亡するまでの時代を鎌倉時代と呼ぶ。鎌倉にある鶴岡八幡宮は、幕府の守護神として崇拝された。 1189年藤原秀平が亡くなるとこの藤原康平は源頼朝の要求に屈して源義経を倒したが源頼朝は逃亡した源義経をかくまったとして藤原康平を倒して欧州藤原氏を滅ぼし欧州出羽を支配下に置いた源頼朝は上落して右近衛大将となり1192年 後白河法皇の死後に征夷大将軍に任命された。